STS-41C はアメリカ航空宇宙局の11度目のスペースシャトルのミッションであり、チャレンジャーの5度目のミッションである。1984年4月6日の打ち上げはスペースシャトルとして初めて直接上昇軌道に乗せるものであった。STS-41C はソーラーマックスの捕獲に問題が生じたことから1日延長され4月13日に 計画されたケネディ宇宙センターではなくエドワーズ空軍基地に着陸した。この飛行は当初は STS-13 とされていた。長期暴露実験施設はスペースデブリについての重要な情報を与える。ジョージ・ネルソンはソーラーマックスを捕獲しようと試みた。ネルソンとファン方編は捕獲したソーラーマックスの修理を行った。 着陸日である13日の金曜日を表したミッションフィジャンの別案1984年4月6日8時58分絵に打ち上げられた。このミッションはスペースシャトルを初めて直接上昇軌道に乗せるものでオービタルマニューバリングシステムエンジンを一度軌道しただけで 533km の軌道に達し周回軌道に入った。この飛行には2つの主要な目的があった。 一つは、長期曝露実験施設をすることであった。この施設は、回収可能であり、質量は 9700kg、長さは4.3メートル、直径は9.1メートルで、側面に12個のシリンダーをつけ、57の化学実験を行うことができた。二つ目の目的は、1980年に打ち上げられ、故障したソーラーマックスを捕獲し、回収。 再投入することであった。5人の乗組員は全員男性で、機長のロバート・クリッペンは唯一の宇宙飛行経験者で3度目の飛行であった。パイロットはディックス・コビー、ミッションスペシャリストはジョージ・ネルソン、ジェームズ・ファン・ホーヘン及びテリー・ハートであった。打ち上げの段階で、ミッションコントロールセンターのメインコンピュータが故障し、バックアップのコンピュータを用いた。 1> 約1時間の間、コントロールセンターには、スペースシャトルからのデータが届かなかった。飛行2日目、シャトルリモートマニピュレータシステムを用いて、長期曝露実験施設の軌道への投入に成功した。57の実験は、8つの国から来た200人の研究者によって行われた。長期曝露実験施設の改修は1985年に予定されていたが、計画は延長し、 1986年のチャレンジャー号爆発事故の影響によって1990年1月12日の STS-32 まで延期された。飛行3日目、飛行高度を約 560km まで上昇させ、ソーラーマックスのから 61m の距離まで近づいた。ネルソンとファン・ホーヘーンは、船外活動用推進装置を用いて船外活動を行い、 トラニエンピンアクイジションデバイスという装置を用いて衛星を捕獲しようと試みたが3度の挑戦は失敗に終わった。ネルソンが手で掴もうとした時にソーラーマックスは多軸で回転を始め掴むことはできなかった。クリッペンは2人をシャトル上に止めるために角の操作を行い燃料がつきそうになった。夜間にはゴダード宇宙飛行センターから 磁気トルクを制御する指令を送ることができ、回転を安定させることができた。翌日、クリッペンは再びチャレンジャーをソーラーマックスに近づけ、ハートがシャトルリモートマニピュレータシステムでソーラーマックスを捕獲することに成功した。ソーラーマックスはそのまま低ロードベイに格納され、高度制御システムとコロナグラフ観測システムの電子回路の修理が行われた。 最終的には、二度、コダード宇宙飛行センターによる30日間の監視を終えて、この衛星は運用を再開した。その他の活動としては、学生教育用の実験として、ミツバチは微小重力環境でもハニカム構造を作れるのか、確認する実験があった。ミツバチは地球にいる時と同じように、ハニカム構造を作るのに成功した。 長期曝露実験施設の投入やソーラーマックスの修理を含むこのミッションのハイライトは IMAX で撮影されザ・ドリーム・イズ・アライブという映画に使われた6日間と23時間40分7秒のミッションは1984年4月13日5時38分 PST にチャレンジャーがエドワーズクヨ基地の第17滑走路に着陸して終了したチャレンジャーは 1984年4月18日にケネディ宇宙センターに戻った。NASA ではジェミニ計画の時から宇宙飛行士のために音楽をかけ始め、アポロ15号から乗組員の気象のために音楽を使うようになった。それぞれの曲は宇宙飛行士の家族等が選んだもので、それぞれの乗組員にとって特別な意味を持つものや日々の活動に適したものである。 ありがとうございます。